皆さんこんにちは。3月30日北海道北広島市の新本拠地エスコンフィールドの公式戦こけら落としで開幕を迎えた北海道日本ハムファイターズ。収容人数3万5000人の観戦チケットは完売、事前予約制の駐車場も満車になるなど大盛況でした。しかしそれとは裏腹に日ハムベンチの雰囲気は今一つ盛り上がりを欠いているといいます。新庄剛志監督は昨年とは違って自らのパフォーマンスを封印し、あくまで選手を前面に出して戦っていく姿勢を示しました。昨年は開幕から最下位が定位置となりました。トライアウトと称し多くの選手の力を見極めるために時間を使ってきましたが、今季からはリミットを外します。2年目を迎える新庄監督の手綱さばきにもより一層注目が集まっていました。そんなチームの今季の戦いぶりを占う声は球界内からも上がっています。日本ハム OB の岩本勉氏は自身の YouTube チャンネルで今季のパリーグの順位予想を展開しました。その中で日本ハムの戦いぶりについて言及しました。岩本氏は動画の中で1位ソフトバンク、2位オリックス、3位西武、4位楽天、5位ロッテ、6位日本ハムとしました。優勝をソフトバンクにした理由としては WBC でも活躍した近藤健介が加入したことが大きいと見ています。選球眼の良さで知られる近藤が出塁すれば返すバッターがいっぱいいると得点力が格段に上がることで戦いを優位に進めるとしました。リリーフにもロッテからオスナを獲得したことで投打ともに厚みを増したことで優勝に近づいているとしました。一方で古巣の日本ハムに関しては最下位の6位予想となりました。この点に関して岩本氏は所属していたチームの最下位予想をしてしまう、胸が苦しいとしながら理由に挙げたのは日本ハムの場合去年より強くなってるところを探すのがちょっとしんどいと話しました。他球団に関しては異次元補強とも言われる積極補強を果たしたソフトバンク、フリーエージェントで強打の捕手森友哉を西武から獲得したオリックスなど戦力の上積みがある中、日本ハムにおいては新外国人選手も獲得せず、フリーエージェントではオリックスから捕手の伏見トライを獲得、トレードは積極的に仕掛けていったものの活躍は未知数と見ています。同時に岩本氏は主軸を打つことが予想される3人に関しての課題も口にしました。まず昨年首位打者に輝いた松本に関してはタイトルを獲得したことでより他球団にマーク研究される懸念を示し、野村に関しては三塁守備の不安がつきまとうことを指摘、清宮に関しては時々とんでもない三振をするとまだ荒さの見える打撃の改善を求めています。清宮は昨年キャリアハイの18発を放ちながら打率は2割1分9厘、新庄監督がレギュラークラスに求めた2割2分に1厘足りなかったことも話題を呼びました。豪快な一発とともにコンスタントに打撃でも結果を残すことが期待されています。果たして日本ハムは下馬評の低さを覆し新庄監督が狙う台風の目となれるのでしょうか。しかしシーズン開幕直前に口にした20戦全勝の超ロケットスタート宣言は開幕戦黒星であえなく失敗、黒星が先行してロッテの佐々木朗希に手も足も出ずに敗れた6日は試合後の会見を拒否していました。苦しいことに変わりはないものの二刀流のドラ1新人矢沢浩太が躍動するなど勝負の20試合を勝ち越す可能性は十分に残しているのですが、肝心のファンの反応は芳しくないようです。昨季はペナントレースをトライアウトと位置づけ勝利よりも選手の成長に費やす異例のシーズンを送りました。そうして1年間もファンを待たせ優勝しか目指さないと今季に臨んでいるにもかかわらず結果がついてきていません。オープンした総額600億円の新球場を世界一の球場と宣伝してもゴールデンウィークのチケットすら売れ残っていることがファンの関心の薄さを物語っています。新庄監督が迎える正念場はそのゴールデンウィーク直後ではないでしょうか。日本ハムは5月13日から18日の主催試合をニューエイジゲームスプロデュースドバイ新庄と銘打って開催し、選手は新庄監督が自らデザインした赤い襟のついたド派手なユニフォームを着て試合に臨みます。現役時代から奇抜なパフォーマンスでファンを沸かせてきた新庄監督は
テレビや会見でたびたびこんなことを言ってきました。パフォーマンスには準備や根回しをして、勝てそうな試合だけやるようにしていた。野球で結果を出さなければただのバカ。そんな思いがあったからこそ、昨年は杉谷拳士にバラエティ番組禁止令、自身も勝負の年である今季はパフォーマンスを控えると宣言しています。それだけに負けが込んだ状態でニューエイジゲームスプロでいう須戸 by SHINJO を開催すれば失笑は避けられません。シーズンは始まったばかりとはいえ、昨季は5月6日に自力 V の可能性が消滅しました。ゴールデンウィークが終わる頃には球場がお通夜状態になっていたことは記憶に新しいです。監督主催の記念試合まであと1ヶ月。新庄監督が宝物と称するファンに顔向けできる成績を残すしかありません。しかしスポーツ紙記者が語ります。今年はキャンプの時から新庄剛志監督が近寄りがたいオーラを出しているんです。試合前のアップ時などで選手の動きが悪いとすぐに監督の矛先がコーチ陣に向かう。ベンチにいる全員が顔色を見てピリピリしているような状況ですよ。開幕戦でのパフォーマンスが静かだったことも昨年とは違っていて、監督の今シーズンにかける真剣さを感じます。昨シーズン新庄監督は優勝は一切目指さないと発言しましたが、今シーズンは優勝しか目指さないと方針を180度転換しました。さらにビッグボスの称号を捨て、今シーズンからは新庄と書かれたユニフォームを着て戦いに臨んでいます。本人はその理由についてもうチャラけられないからと説明しています。そのくらい今年が勝負の年ということです。チーム作りを自由にやらせた昨シーズンはまだしも、今シーズンも最下位ならフロント陣から厳しい評価になることは必至。このまま弱小球団のレッテルが貼られては新球場の客足にも関わりますからね。監督は1年契約ですし、結果次第ではお役御免になってもおかしくない。ただそんな状況にもかかわらず、シーズンに入っても悩みを感じるシーンが見られる。今シーズンの日ハムはキャンプ中から打順を固定してきたが、3月30日の開幕戦にはそれまでの打順を大きく動かすオーダーで臨んだ。この采配には首をかしげる選手もいました。仮に新庄監督が今シーズンで退任となった場合、後任の最有力候補はゼネラルマネージャーである稲葉篤紀氏との見方が強いですが、もう一つ残されたウルトラ C があると言います。栗山英樹氏のカムバックです。 WBC での優勝後、自宅のある北海道栗山町でセレモニーが行われましたが、多くの町民が集まって祝福していた。3月30日の開幕戦のファーストピッチセレモニーで彼が急遽登板した際も観客は大声援を送っていました。今更ですが新庄監督を超える人気ぶりです。栗山監督はまだ球団にプロフェッサーの肩書きで在籍しており、可能性は十分あるでしょう。 WBC で日本中を感動の渦に包み込んだ栗山マジックが再び見られるでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。